早めの、確かに早めの、いつもより早めの配信だよ。ペンライトフィルム買ったよ。あー、ありがとう。あれね、すごい、メンバー全員分のやつよね。ST ラボ、あ、許可そうだそうだ、許可、やべ、わかんない、許可。 TikTok、 あ、 TikTok 登場したよね。私思った、ちょっと登場してる。うん、あ、超えていきチャレンジ、本当だ、早く見たい。気になりますね、気になりますね。ね、 TikTok なんか私ね、マイキューさんの TikTok なんですけど、なんか私いたようなみたいななんか私いたような、気がします。なんかじなんかじわる。なんじゃらほい、下から出てきたいや、あれいつのなんだろう、どこのいつのやつかわからんどこのいつのあの動画なんかわからんねえけど、なんかいました。どっから来たんだろう、あれ謎。なんか他のなんだろうやつ、いろいろ撮ったのはあるんですけど、それじゃなかったね。今日も髪切ったって言われてんだけど、今日もそういう日かな。ね、いましたいました、とりあえず。あと STU ラボもよね。前の、そうですね、てかメール送ったけど届いてないかな、多分検閲引っかかってると思う。検閲引っかかってるわ。だってご飯のメールを送った後すぐ送ったから検閲引っかかってる。結構そんなにやば内容だったかな。え、でも確かに確かにちょっと、あ、そうかなって確かに、あ、そうか、そっか、まあ止められてるかな、多分届かないと思います。届かんかったらね、ちょっと慣れないよね、なんかちょっと恥ずかしいよね、なんかね、多分マネージャーさんに見られるけん恥ずかしいんだよね私が送ったメールが
こういう内容で引っかかりましたっていうか、なんか来るから恥ずかしい。そうそうそうよ。うん。しかも時々なんかその内容によっては、その次の日にそのマネージャーさんからなんかこういうメール送ってたねみたいな話が出るから、それ多分共有恥ずかしいんですよね。でもどうやろう、メールで止められとんならショールームで言おうかなという感じですけどね。あのね、そう、あのね、この今日ね、あの外科に行ってきたんですよ。外科に行ってきまして、そう、手の、そう、だからその診断結果をメールで送ったんですよね。できればなんかメールでなんか伝えようかなとは思ってたけど、引っかかるか。うん、ね、リアルすぎたんかも。いや、写真はね、あのこういう感じです、顔です。写真はやばくない。そうだね、確かに。レントゲン写真送ってない。確かに診断結果細かすぎたんかも。レントゲン写真送るとかあるん？そう。骨は異常なかったんですよ。でもそのお医者さんに言われた通りのことをメールに書いた。だからかな、ちょっと細かすぎたかな。詳細すぎてはダメということが分かりました。個人情報になるのか。うーん、勉強になりましたね。今ね、そうだから湿布貼ってる。めっちゃスースーしていい感じ。
頑張って直します。まあ頑張るっていうか直します。そう、全然ね、生活には支障はないんですけどね。全治3ヶ月ぐらい。まあまあ長めです。そうそう、サイアン市場、どうだろう。でも安心した、安心しました。なんか知れて、今湿布貼ってる。そう、全然ね、生活できるんですよ。でもなんか多分過度なことはできないって感じ。そう、指なんか曲げることできるんだけど、なんか握りしめることができなくて。力も入るんですけどね、なんだろう、ちょっと頭洗うときはちょっと痛いかなって感じ。マイクは持てる。あれはね、握りしめてはないんですよ。握り、なんて言うんだ。グーじゃないから。ねえ、でも、なんだろう、聞き手じゃないから。よかったです。まあ、とりあえず報告。ありがとう。まあ3ヶ月ぐらいかかるんで、それまで待ちます。そうそう、まあ、なんかあったらさせてもらえたらなって。
お話し会全然できます。ライブもパフォーマンスも全然できます。もう今までやってきましたしね、普通に。よろしくです。そこはそうそう、サインもできる。多分左で重いものが持ってないかな。でも買い物とかも別に腕で持てばいけるし。スプめっちゃいい、スースーしていい感じ。なんか野菜もね、もうカット野菜しか買ってない。めっちゃいいね、カット野菜ってありがたい。でも料理作ったっていうかね、本当にキャベツ置いて、お肉置いて、なんか胡椒とかつけて、でレンジでチンして、ポン酢をかけるぐらいなんで、ほんと置く作業しかしてない。でも今日は自分偉いねって思うこととしてます。そう、メールに送ったから見てみてくだされ。でも今日はほんとね、なんかね、外もね暑すぎなくてよかった。なんか風は強かったからすごい髪の毛がボソボソだったんだけど、メール来月か取ります。え、取ってなかったんですね。え、風めっちゃ強かった。ピエンパオンサヤン、サヤンの手料理食べる、食べたい。いやどうかね、食べたい。あの置くことしかしてないけど、置いてレンジって。作業。サイン届いた。あね、なんかサインとかパネルとかね届いてる感じ。よかった。ありがとうございます。一人一人ね、メッセージカードも違うので。イエス。さやのサイン。ハートの生き物が書いてあったよ。お、ハートちゃんやん。ハートちゃんも登場してますよ。
日傘、あ、メールですか？日傘ですね。曇りだったけどね。女の子書いてありました。それ私ですね。女の子は。多分。その時のあのインスピレーションなんで。ハートちゃん？てるてる？ハートから腕生えてる。あ、そう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 。ハートちゃん、なんだろう、ハートちゃんもインスピレーションで生まれた。誕生日。ペンライトカバーの子は、あ、あれ、ペンライトフィルムのやつ、あれはファンの方です。あの絵描くとき大体ファンの方のイメージしてる。万人、ファンの方の万人、万人っていうなんて言うんかな。そうそう、どんな方でもああいうイメージ、なんか違う、でも言葉が出てこない。うん、万人です。なんか指してないけど、まあまあ、そういう感じ。うん、イメージ、うん、なんて言うんだろう。でもファンの方をイラストにするときはあの子をよく使いますね。あの子っていうかあの感じを使います。名前ない。名前なし。よく使ってる。うん、よく使ってますよ。あらゆる場面で。あれ可愛いよね。そう、アバターも次あれにしようと思ってる。あれ、あのイラストどこ行ったんだろう。イラスト案あるかな、どっかに。てかペンライトフィルムどう、あれシンプルすぎたかな。なんかメンバーの見たら結構みんなすごい凝ってて、あー、ちょっと間違えたかなって思った。大丈夫かな。ペンライトフィルムよくわからん。どうなるかイメージがつかん。あれでよかったかな。そう、サーヤンじゃなくても赤と黄色って書くことでも間接的な高尾さやかっていうことにしたんですけど、まあいいか。ペンライトが良く、うん、シンプルが良き。そう、間接的サーヤンです。
沢田、あ、なんか出たね、任命式やってた。あれすごいね。確かに赤と黄色のペンライトの子、あ、でもサンキちゃんにもいなかったか。まあ4期生とかにねいたら、まあ、その子にも使えるよ。使えんか。赤と黄色やっぱりあんまり合えないかな。エコに、エコには。もしかしたらエコになるかもしれません。まあ、使っとったら絶対私は見つけるけどね、使ってる人がいましたって。そう、赤と黄色やっぱり、あ、赤と黄色にいないんだね。あ、 AKB さんの、赤と黄色みんなピンク、あーね、私の好きな色やったらピンクと白やけどね。そう、なんかのフェスとか行ったら赤と黄色いらっしゃって、自分と思ったらうちわの、あ、名前の文字が違って、あ、違ったってなったことある。うん、フェスっていうか見つけたと思って見ても目が合わないから、なんでやろうって思ったらうちわの文字が違う。今夜の予約の前進、あ、写真撮ってない、これだいたい。そう、見つけやすいです、本当に。あの広島グリーンアリーナの一番あの後ろの方でも分かりますから。すごいんですよ、すごいんです。外でも、そう、野外でも分かるよ。あ、声小さかったですか。うん、でも自分的にもそう、いつもよりも声出てる気がする。デフォルトっていうか、ちょっとちっちゃすぎるけど、あ、そうなんだ。うん、あ、そうだ、思い出した、今日トマト買ったの。今日トマト買ったのよ、私。いい感じ、よかった。そう、
すごい迷ったんよ。すごい迷ったけど、ちょっと頑張っちゃおうかなって。トマト買った。どうやって食べようかな。迷っとる。トマトね、私ね、あんまり食べてこなくて。どっちかっていうと、何年か前は苦手な方で。でも最近やっと食べれるようになってきたんよ。そうそう、やけん食べてみようかなって。食べたことなくて、あんまりするのにミニトマトなんですよ、買った。あ、プチトマト、なんだミニトマト。どっちも同じ。そう、ジュースみたい。食べてみよう。マヨネーズがいいの。トマトジュースも、去年はトマトジュース飲んでましたね。でも去年も結構トマトジュース飲んだりしてました。そう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 、日焼けとか、なんか野外フェスとかしたりとか、なんかライブがあったりとか、ずっとロケで外にいたとか、そういう日は帰りにトマトジュースとか買ってから飲んでましたね。トマトジュースだったらね、結構飲めるっていうか、飲みやすいっていうか、意識的に取るようにしてましたね。トマト好きだけどトマトジュースは苦手。あ、そういう感じ。トマトジュースは癖強いんだ。プチトマトやったらそのままがいい。そうなんだ。じゃあ食べてみよう。ケチャップもトマトね。ケチャップ好き。トマトジュース高い。あ、高いの？そんな感じ？そうなんよ。トマトジュース飲んでたらなんかもうね、よしって感じ。そう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 、健康になった。日焼けも大丈夫だ。気持ちかもしれんけどね。あー、食感ね。確かに私は何がダメだったの。でも食感もだけど、味もわかんない。マッケチャップは好き。今日からそうですね、私今日から健康生活始まってるんで、形からということで結構買いましたよ、栄養のあるもの。最近本当に朝起きるの早いんで、いい感じですね。謎に朝早く起きて、でも結局二度寝してんだけどね。何もなしに、そう、起きてますね。結局二度寝三度寝してるから、どうなんだろうね。大丈夫なんかな。いいのかな。寝る前にやっぱ携帯触るのはやっぱりダメなんだね。寝る前で携帯触っちゃうんだよね。なんかすごい活性化される脳が。
なんか寝る前になんか踊りたくなるもん。イメージトレーニングとかして。踊りたくなる。昨日ね、そう公園のあの復習とかしてて、さらにそれでこの前の対バン時のなんかあの映像もらったんでそれ見てました。そしたらなんかちょっと新たな発見とかあったりして、意外と自分のなんかあここいいねいいねポイントありました。私いつもなんか自信なくてさ、なんかスランプ陥りがちなんですけど、改めて時間経ってみたらいいねポイントあったりしました。そう、やっぱ時間経ってみたら客観的に見れますね。とかあここもちょっとなんか欲しかったなとかもうちょっとこっち側からしたらいいんじゃないかなとか。そう、大事ですね。確かに頑張ります。どこなんだろうな。昔のやつも元気もらえますけどね、自分のパフォーマンスなんか頑張ってるって感じ。でもいつもなんかその振り返るときに見るレッスン動画がなんか多分私がすごい足を痛めてるときで、ぴくぴくしててなんかあーって思うあ多分なんかこの日なんかあったんだろうなーみたいな、なんかぴくぴくしてる左足が。でも多分それが分かるほど、まあ多分いつもちゃんとやってるんだなってプラスに考えると、そうそうそう、だよん、違いが分かる。そう、自分の動きになんかおかしいな、左足だけなんか全然使わない動きしてるなって。そうそう、だからでもそれがそれをいつも復習の時のレッスン動画に使ってるけん、あーってなる。そう、片足服かわいい、やった。最近買った買ったやつ、意外と結構丈が長かった。ギリギリだった。チェック、私チェック好きなんよ。基本的にチェックめっちゃ好きなんですよ。
チェックの服ばっかり買ってしまうけ。肩が出てる。珍しいね。なんか肩が出てる服最近めっちゃ増えてますよね。確かに48チェックをだもんね。肩出しとかこことかなんか開いてたりとかね。デコルテ今日誕生日、おめでとう。さっきのはそういうことか。マジレッサー良健さんおめでとう。サイヤン推しの1年にしよう。イエーイ。そう、最近めっちゃ可愛いなんかスウェットのねセット見つけたんですよ。これ可愛いなと思ってよく見たらここにファスナーがついてて、なんか開けることもできるし閉めることもできるみたいこりゃなんだと思って、こりゃすごいと思って、そっか閉めることもできるんだねみたいなそう、でも私にはそう開ける日が多分来ないんでやめてました。あとなんか金具、なんか金具ちょっと私肌が負けそうもうそんな理由なんですけど、すぐ私肌負けちゃうんですよね。なんかすごい金属系はめっちゃ気になるとか、ちょっとなんかここら辺に時々ついてるなんだろうレースとか、なんていうんだろう、柔らかい素材が一番好きでもみんなか、それは指輪はね、指輪もねしたいんですよ。でもおしゃれやん、ネックレスとかもさおしゃれなんだけどね、なんかねつけたいんだけどね。そう気になる、多分めっちゃ触っちゃう。あとなんだろう、指輪はねなんか合うのがなくて、なかなかなんかいつの間にか消えてんですよ。だからどっかに飛んでって消えてるんですよね。でも時々合うやつ見つけて買うんですけど、なんか結局ね忘れちゃうんだよね。そうとかバッグからなんか取り出すときに一緒にバッグの中に入ってなんか中で見つかるときある。ここにあったんかって、そう取れてしまう。腕時計もでも時々おしゃれやなやつ見つけてね買おうとするんですけどね、かわいいよねつけとったら。やっぱおしゃれの上級者ですよね。時間はもう携帯で見るんでね父としてはすぐ出てくるから、
ああね、あの携帯みちっちゃい携帯みたいなやつを腕時計に、あれかっこいいよね。アクセサリー、そうアクセサリーは自体はいっぱい持っとるんよ私。でもなんかつけんのよね、なんか本当いっぱい持ってるんだ。そうよいしょ、しかもこの手の伸ばすところにいっぱい持ってる。指輪もあるけど、アクセス集めるのが好きなのかな、かわいいの。これ村重さんがあのプロデュースされてたやつ、かわいい。かわいいよね。浴衣着た時につけた。これ五条先生のイヤリングなんか花、いっぱいある。これお気に入り。なんか蝶々みたい。長い長いやつ、これかわいい。すごい引っかかって、こう引っかかってるやつを取るときめっちゃ時間かかるでも時間かかるけど時間忘れる。絡まってるよ。わあ、もう知恵の輪みたいになってる。これどうしたんだ、こんな知恵の輪みたいになってんの。うん、クリア。
対やってはいけないこと。絶対やってはいけない。力技で。一回深呼吸しなきゃね。お、お、糸口が見えてきました。もう一歩のところまで来ました。これはなんでこんなに絡まってるの。特に私絡ませてないんだけど。もう分からんくなった。なんかよくわからんけど引っ張ったらできたぞ。なんかわからんけど引っ張ったらできました。イエーイ。リボン、かわいい。イヤリング、イヤリングじゃない、ネックレス。あー、どうしようかね。端っこの方に置いとこう。もう絡ませてはいかん。終わり。まだいっぱいあるけどね。今日まつげ上げてないから目力ない。あれ、紹介するもんあんまりない。
これ自分でした。うまくできた。大きめにした。時々ね、うまくできる。2回直したけど、結びのコツどうだろう。一回こう結ぶときに、ここをこの真ん中をまず持ってきて、そっからキュッてしたら意外といける。ネクタイは分からん。ネクタイあかん。なんか難しそう。難しいイメージ。靴ひもと、あ、そう、靴ひもと同じかな。靴ひもはもうちょっと適当にやっても大丈夫ね。あの細いから紐が。リボンはね、ちょっとあのこうなったりとか、これがこうなったりとか結構あるから、なんか竹っていうか、これがあると難しいよ。でもやっぱ人にやってもらうのが一番いい。一番綺麗にできる。自分でもできる人はできますけどね。あと時々なんか洋服の店員さんとかが教えてくれる。こうしたら結びやすいとか。から本当に見よう見まねというか、見ようみまね。見まめ。見まめって何？美味しそう。美味しくて栄養がありそう。あ、豆腐買うのも忘れてた。豆腐サラダ、昨日ずっと考えとったのに、豆腐サラダのことをずっと考えてた。まあいいか。まあいいかが早いからね、私は。まあいいか。まあ今あるものがなくなったらっていうか。
切り替え、あ、切り替え早い、あ、そういうことか、切り替えの天才かも。だよ。ふふふ。前向き、前向き、そうよ。かわいい、ありがとう。あ、小さいことあんまり気にしないですね。多分。そんなことでってなる。確かに家族がそうかな。どうやろうか。お母やんがそうかも。お母やんがそうかもですね。さあちゃん、気にしては無駄無駄。気にしては無駄無駄。その時間がもったいない。モノマネしてみた。私からしたらね、ちょっと多分嫌なことがあって、それを相談した時にそういう風に言われて、え？ってなるけど、なんか聞いてるうちに、そっか、意味ないかって思ってくる。私が真剣に悩んでるのにって最初は思っても、意味ないか。私が悩んだって意味ないか。そういう、確かに切り替えの速さはそのお母やんの教えかもしれん。明るいんですよね、さあちゃん。うん、またさあちゃん呼びですね。さあちゃん。さあやん、呼ばれん呼ばれん。でもさあちゃんって呼ばれてるの、なんか小学校の頃は恥ずかしかったんや、人呼ばれてるんだってなんか思われるのがめっちゃ恥ずかしかったから、
学校に来るときはさやかって呼んでねって謎に言ってた。なんでって感じよね。だけんそしたらお母やんが来たときにさあちゃん、あ、さやか、なんか違和感ありすぎて、さやか、さやか、なんかめっちゃ違和感って、え？って、それか言ってない。そうなんですよ。そう、今思えばね、もうそんなこと気にせんでいいと思うんですけどね。いや、ちっちゃい子、小学校の子なの、わからん。子供心、そうなんですよ。反抗期やったんかな、反抗期あったのかな、私にも。それが反抗期なんか、まあ、自我持ってるよね。自我持ってるから、これが反抗期なんか。でもこれ以上の反抗はないよ。ただ恥ずかしいって、そう、理由で。反抗期じゃないか。確かに反抗期ってなんかもっとなんかもっとなんかすごいイメージあるんだけど。壁に穴は開いてません。そうなんよ。壁殴ってないよ。結局ね。なんか殴っても痛いのはもう自分なんで。名言残した。
あれ？もう9時半なの？私のメール届いてないままですよね。よし、そういうことね。分かったよ。そういうことなら分かったよ。お休みメール送るわ。今日思ったことをメールにしましょう。こうやってなんか語尾を伸ばす人おるよね。いませんでしたか。なんか先生とかにおった気がする。学校の先生とか、おはようございますみたいな。失礼します。おらんかったっけ。お、いますよね、なんか。誰。いや、いますよね、ほんと。印象深くするために、あ、そんな感じ、そういうこと。ごめんね、絶対いいねつける人。
テストに出るやつね。ここテストに出ます、いいですか、いいですか、はい消しますみたいな、すぐ消す先生テストに出るって言った瞬間すぐ消す先生。で、聞いてなかった人はえと思った時にはもう遅し。おもろ。今撮れる、スマホ使っていい？書く前に消す。今あれよね、なんかパソコンタブレットがなんかあるみたいな言いますよね。タブレットすごいね。でもなんか AI がつくとなんか質問っていうか問題をその AI が解いてしまうからみたいなっていう問題はあった気がする。タブレットすごいですよね。確かに AI が考えてくれるならね、読書感想文とかもねなんか自分で考えずにちょっと引用とかしちゃうのかな。でも翻訳とかね、すごいですよね。時々なんか英語から日本語とかにしても時々ちょっと変になるけど、なんかあるもんね、その服に書いてあるやつ、英語とかさ、なんかあるじゃん、イエスとかさ、ノーとか書いてある。あれ日本語バージョンのもありますもんね。それ見たら、あ、すごい日本語だなとか思ったりするもん。意外性のあるとかさ多分何かを翻訳したらそう出たんだろうなーみたいな。でも実際には使わんよねーみたいな。そうそうそう、なんて書いて言ってるか分からん時あるもん。すごいすごい日本語の時おるよね、忘れちゃうけど見たらえってなる、あってこういうことだ。でもそれが逆にまあなんかデザイン性っていうかいいけどね、なんか
逆に可愛かったりするか。この前なんて書いてあったかな。可愛いは正義とかあった気がする。うん、ありそうですね。まだまだ。ああ確かに。時々見ますね。どこに売ってある？秋葉原とかありそう。アイラブ東京とかなんかあるよね。この前なんかね、富士山って書いてあって、富士山のことで。なんかどっちでもいいのかな、富士山も富士山も。確かにニューヨークって結構見るかも。なんか服富士山でも結構富士山の方が多いよね。でも富士山どっちなんだろう。英語で書いたら富士山。メール送りましたよ。何の話っていうメール送った。私の今日思ったことを。高尾っていう T シャツ着てる方は本当にめっちゃ時々おる。いや、あのお話し会のレーンとかで街中では見ないけど。そうそうそう。めっちゃ時々います。めっちゃ時々言葉変だけど。そうだよ。まあ単押しの方なんだろうね。そう言う人ほど着替えてる。なるほどね。それは有力な情報を聞きました。そうなんですね。
了解しました。やば、やべ、めっちゃ雷みたい。洋服がいつもお嬢様洋服がいつもお嬢様。いや嬉しいですね雷じゃありません。いや雷かもしれません。どうしようもない。一回鳴り出したらもう止まらないからね。でも配信終わったらね止まるんよ。でも喋っとるけんやろね。あと腹式呼吸してるから、腹式呼吸したら出てくる。ね、そう、あのそう、聞こえない方の方が多分多いんですよ。でも時々本当にすごいすごいあの甘美なんていうの、甘美してる方もいて、甘美してる方もいるんですよ。ロングトーン。そろそろ私携帯変えるかもしれないよね。そしたらちょっと大きめに変えようと思います。大きめのやつね。9月まで待てない。あの本当にあの契約の関係でもうどうしようもない関係で。そうなんです。何も何も言えんくなる。リアルなんですよ。そうなんです。ねえ、ちょうどよくなったらめっちゃいいんだけどね。なかなかちょうどよくいかないよね。人生というものは。人生規模に。
ちょうど最近ね、まあバッテリーもあれだったし、もう大人だから、もうあれこれとね、自分でやっていかんといけんね。そうなんですよ、自立、自立だ。私今24です。24、やばい。ですよ。ね、でもそうだね。でもさ、私のお父やんがいつもなんか私のことを15歳って言ってくんですよ。お父やんに言われてるから、15歳って。家族ですら、そう、なんか本当に毎回言ってくる。そんな毎回言わんでいいことなのに、なんかいつも15歳って言ってくるんやけど、ももちゃんとおったらまだあのなんか17歳とかに見えるんで。で、ももちゃんが15歳になるんで、こと言う。そう、15歳は言い過ぎよ。それは言い過ぎよって、毎回言っとる。ももちゃんが勝ち年齢は、18だっけ？今年高校卒業したから18。冬で19歳。ももちゃんが20歳になったらなんかなんかって感じ。20歳のももちゃんこと西瀬ももかです。え、私よくわからん。そう、あのももちゃんのニックネームにこももって書いてあって、あれはなんだ、こもも追加されてる、追加、もともとあったのかな、こもも初めて聞いたんやけど、君に追加された。え、へえ、呼ばれたことないけど追加したん。ももさんじゃないの？子供なの？どっち？ハッシュタグももさんじゃないの？ももちゃんはずっとなんか大人に見られたいと言ってて、だからハッシュタグももさんっていうのもあったんですけど、この何ヶ月かで何か気持ちの変化があったのかな。やっぱり子供がいいみたいな。
その子供の子ももかは分からんけどね。子ももって呼んでほしい。そういうこと。普通に響き的にかな。ももちゃんってかぶることが多いから違うニックネームを呼んでもらいたくなった。あ、そういうこと。ももちゃん、確かに。他にも？そっか、なるほどね。そっか、こもも。あー、こももはいないか。じゃあ呼んでみようかな、今度からこももって。超絶かわいい、こもも。確かに、呼ばないでって言ってくるかも。ちょっと今度呼んでみます。そっか、そういうことか。ごめんね、いじって。ももちゃんいじってごめんね。ここで謝っておきます。さやかお姉ちゃんがいじりました。始まった。あ、本当に。絶対誰か行くでしょ、絶対誰か行くでしょ。まあ、こももの配信が始まった。こもも超絶かわいい、こもも。いや、そうなのか、そういうことか。いや、ほんとそう、ニックネームっていうかプロフィールが変わってからね、会ってないんですよ。連絡は取り合ってるけどね。いつも LINE してるの、ももちゃんとりんちゃんとりね。あ、今みつさんと。一番返信早いの、リネ。リンちゃんは帰ってくるときは結構3日後ぐらいに帰ってくるときあるよ。リネタンは早い、めっちゃ。
すぐ返信来る。この前一緒に同じタイミングで LINE してて面白かった。私は早いのかな、どうだろう、私早いかな。あんまりね、なんか携帯触んない時もあるんですよ。なんか触ってる時は触ってるんだけど、触ってない時は本当に触ってなくて、まあ、なんかしてるお仕事中とかも時は、ね、しないんだけど、寝る前はね返信早いかもしれない。メール来ない。あら、止まってますね。なんか適度かもしれない私。適度系。ちゃんと返信をする。ちゃんと返信しないときは時間かかるけどね。りんちゃん、あ、さやかりのことだよ。この前なんかタクシー乗ってて、でなんかずっと音楽が一定ずっと鳴ってたんよ。結構おしゃれな音楽が5秒間ぐらいの音楽がずっとループしてて、あ、結構こういうタクシーなんだと思って、なんかなんていうの、個人タクシーっていうのか、なんていうのかだったから、なんか個人タクシーって結構いろんななんかあるじゃん。なんかドゥンドゥンってドゥンドゥンドゥ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 ンドゥンドゥドゥドゥみたいな音楽がずっとループしてて、こういうのもあるんだと思ってと思って、あの自分の家についてパッて見たら自分の携帯から鳴ってて、えっ？あのインスタを開いてて、そのリールのなんかのカフェのリールの音楽がずっと鳴っててループで自分かいそこでもう一気に逆転して、ずっと私が怖がってたことが運転手さんが怖がってた一気に逆転した。やばいよね、ずっと鳴ってて携帯が熱くなってて、マジか。その間私はずっと携帯触ってなくて、なんかだけ触らん時はずっと触らんのよ。なんかどんな時も
私はずっと珍しいなと思ってた。こんな短い音楽をループしてるんだみたいな。すごいな、どこの音楽なんだろう。自分のだった。ずっと同じカフェの映像が流れとったねえ。けん BGM なかったよね。いや本当に自分でそうだよ、ずっと BGM 流してる人が乗ってきた。やばいよね。その言い訳もしてないから、だからあ間違えてたみたいなことも言ってないから、私も。そうなる。やばすぎる。私もなんでずっと見なかったんだろうな。なんか見る気分じゃなかったのかな。すごいすごいでしょ、すごい出来事でした。何ぼーっとしとったのかな、ずっとポケーって考えていろいろ外見たりして、道合ってるかなって。あ合ってるなって。いやそうぼーっとしちゃってた。なんかだった普通、普通ね見るよね。MC で話せるかなこれ私。ね、運転手さん怖かったと思う。私だったんですよって。怖すぎる、本当に怖かった。大丈夫かなね、ちょっとシュールな空気感になりそうなんだけど、どういうことってなりそう。よかったですか、よかった。そう、私なんかね、私がなんか MC でなんかのエピソード話すときって笑うの、笑ってくれるの本当に私のファンの方なんです。っていうあのイメージがある。だから生誕祭の日はめっちゃ 笑い声がなんかいろんなとこから聞こえる。そんなことないかな。なんかさ、生誕祭の時は本当にちょっとしたことでわはははって聞こえてくるから。おもろい。そんなことないですかね。気のせいか。結構気のせいなこともありますからね。粒が同じ、確かにそうだよね。いや愛情感じますよ、確かに。面白いね。
も最近私もMC いろんなグループの MC とか見て研究したりしてます頑張ってます、頑張ってます、勉強してます。勉強しないと私はもう生み出せないから、研究してる。村重さん面白いよね。村重さんすごいもんな。少しずつですけどね。なんか来月6月から HKT さんDMM をちょっと購入しようかなとか思ってるんですよ。月額 NB さんとか、ね、AKB さん、迷ってます。そうなんですよ。どうしようかな。でもこの前イーナ研究所さんとコラボして17期研究生さんすごい面白い方から講演も見たいなーって思ってます。愛知ね、愛知面白いよね、可愛いし。今愛知と LINE してるよ さっき LINE した。配信中じゃないですよさっきの概念がちょっと私バグってるんで。2つのグループ登録したら周りに楽しい、あ、へえ、そういう楽しみ方も。2つね、愛知の配信やば。私今日さっきからさ、なんかその人の話するたびにさ、その方がさ配信始めるくないなんか今日は私すごいかもしれん、そういう能力持っとるかもしれんやばい、怖い、もう怖い。怖いよ。
やめとこやめとこ。何も見えません何も見えません。次当たるかな。勝手に出てくるからね。勝手に。愛ちゃんもしてる。あ、本当に。ははアイリと。BGM がある人は違いますね。 BGM？ 私？あ、さっきの話？さっきの話もう一回する？ループ BGM の話？もうちょっと期間いるかもしれん、その話するの。パセリを飛ばされてきました。そうなの？セリファンの方もいるかもしれん。今パセリー超絶かわいい。パセリーパちゃん。本人はセリガにしてほしいらしい。あ、そう、すいません。セリか。違うよ。パちゃんって本当にパちゃん推しの方もパちゃんって呼んでるよね。え？ニックネームパちゃん入ってない。嘘でしょ？嘘。入ってないの？え？私の生誕祭の日に約束したのに。私の生誕祭の日にまだ公式じゃなかった。そうだったの。ファンの方に呼ばれたくない。え、嘘。結構呼んでるよね。でもファンの方メンバーも呼んでる気がするよ。嬉しいよ私。だって多分そう、私のファンの方がパちゃんっていう呼んでるのは多分そうだと思うのよ。私がいつも呼んでるから。でもファン、パちゃんのファンの方がパちゃんって呼んでるってことはもうそれほどいいニックネームっていうか、やっぱ愛があるニックネームなんだなって思ったらすごい嬉しいんですよね。あ、でもそうだったんだ。メンバーにはいいけどファンの方はそんな真実があったの？初めて聞いた。そうだったんだ。愛を持ってたけど、そうだったんだね。そっか。
でも私は嬉しいですよサーヤンは嬉しいけどね。あらまあ、そっか、分からんね、真実は。いつも一つ。デレンデデ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 デドゥンドゥドゥン。はあ、さやっち呼びいませんね。おさや、みゆくさんがおさやってんでなんかすごい、あの仲の良いみゆくさんが私のことおさやって呼んでる。おさや、マイキューさん、そう、マイキューさん、さやぼーって呼んでたけど、この前、さやおって呼んでた。どんどん変わってくんだけど。さやお、やさお、さやおって言われた。なんか本当に、毎回変わってる。面白い。次はなんて呼ばれるかな。私は何でも受け入れるよ。何でも嬉しいよ。私はマイキューさんかマイさんかマイマイさん。それはね、結構最初の頃にマイキューさんが私のことをさやさやって呼んでたの。だから私はマイマイ。本当に毎回変わってるのよ。さやさや。小学校の頃に呼ばれてたな。
結構いじりで結構いじりで呼ばれてましたね。サヤエンドウとあと高鬼。高鬼って呼ばれてたんだけど、だから高鬼するとき絶対に私鬼だったんだけど無条件に鬼だったんだけど、私永遠に嫌だった。高鬼絶対鬼だし、なんかタッチしてもバリアって言われるし、楽しくなかった バリアって言われた時に、じゃあ私どうやったら勝てるんやろうと思ってどうやったら鬼から脱却できるんやろうって。結構考えたよね。昼休みは何十分だっけ？40分？50分ぐらい？30分？何分あったんだ？その後の記憶はない。記憶はもう、そうですね、なくしました。それやったらもう図書室で本読んだ方が楽しいよ。離れんくなったこの BGM が。すごい、なんかずっと離れない。寝るまで離れんそう。なんかメールはね届かないですよね。大丈夫かしら。一応2通送ってますがな送ってますがな。
かあったんだろうね。一応送ってました。配信してるしね今ね。送ったよ。忘れた頃に来るかもよ。そういうもんよね。なるほどね。5時？あ、メールの5時？時々あるよ。時々ある。でもめっちゃ眠すぎて眠気なまこっていうのめっちゃ眠くて目がみたいな時よくわからんこと書いた。あ、眠気まだそうその時ね、なんか過去2回ぐらいある。なんだ、何を言ってるんだっていう時あった。いやー、いつかな、なんて書いたか分からずに送信した何だったかな、なんかよく分からなかった時ある。それはね、あの、通りました、検閲それは通るんよ。逆にこれはどういう文章かわからないので止めてますとかはないんですよ。そこは通すね。5時はよくある。あ、そうなんですか。難しいよね、その塩梅なんかこれはいい、これはうんみたいな。難しいんですよね。お休みとおはようの違いは結構あったかもいつか間違えそうって思っとったら間違えたやつね。それは結構あったかもしれん。5時見つけた時嬉しい。あ、嬉しいん確かに、なんか返信とかで結構あるかも、そういうの。返信でわかるしね。あ、間違えとった、はは。は、基本的になんか送信する前に一回私買ってなんか確認するから結構直してること多いかもしれん。え、めっちゃ忙しい時、あと1分で送らなって時は
確認しないから間違えてたりするかも。そう、ちょっと文章変じゃないかなとか考えたりする。なんか違うな、ちょっとこの表現ちょっと違うなとか思ったら変えたり。自分検閲が、よかった、読みやすいかったよかったです。独特ね、独特、読みやすい、あ、そう、文読みやすいは、なんか作文コンクールとか時々あるよね、学校の時。その時なんか言われる、なんか読みやすい、なんでかは分からないけどなんか読みやすい。選ばれてはないけどね、ただ読みやすいって言われるだけ。なんだろうね、自分でもよく分からんけど。スー抱いてくるんかな。嬉しいですね。そう、私結構なんかは分からんけどいいねって言われること結構あるかも。はじめまして、でもそうですね、コンクールのあれには選ばれてない、無意識の領域。エステラボ、あ、ね、私も早く見たい、見ましょうかね、そろそろ。言葉の選び方がうまい、あ、そうなんかな、そうなん、語彙力に自信はない。じゃあ壇上買ったら読みますね。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あら、なんかいいね、ありがとうございます。A ちゃん、バリーさん、みつるんさん、まーくん、かほまさうさぎさん、さとるんさん、
コッペさん、エビスさん、神戸のヒッキーさん、F 渋谷さん、いわちゃん、まいせんさん、せいやんさん、かたむつりさん、ぼんちゃん、フジポンさん、ボブさん、ロックオンさん、ホタテ様、広島コーパセリさん、トウトウトウさん、メガバイトちゃん、にのまるさん、神戸のマーチさん、ワッキーさん、ジンタさん、犬ちゃん、あおちゃん、ゆうきにゃんにゃんさん、オーサムさん、ケンタロウちゃん、なんばのひさとさん、はやりんごさん、キャスパー大くん、ありがとうございます。わーわらわら、ありがとうございました。楽しい時間を過ごしました。ありがとう。15,785人、ありがとうございますね。もう10時45分、あ、でもまだ早いかも。10時45分、ちょっと早い時間に始めるとまだまだな感じある。ね、見えるとしよう。じゃあねー、ありがとう、バイバーイ、おやすみー。高尾さやかのグッドナイトチャンネルでした。バイバーイ。グッドナイト。